はい、こちらすごいよこれ。世界のハンセンシリーズ、はい、トミーとエレールフランスが提携って書いてあって、はい、フェニックスこれかっこいいですよこれ。かっこいい、この箱絵がエレールやな、フランスのメーカーエレールが売ってた当時はこの箱やったんやろと思うわ。これエレール、トミーエレールっていうやつやな。あの車乗ってる時も言ってるけど、これが2つあって、こっちが問題がある方やね実は。で見ての通りが箱がね、恐ろしくでかいね箱が。これちょっと待ってな、イングランもめっちゃ倒れるわ。これ箱がねめっちゃでかいね。これ開けてみますよ。こんな感じで中が、このね世界のハンセンシリーズっていうのは、これ世界のハンセンシリーズはね、まずはプラスチック製のボディで、この風が当たるとこはバキュームになってんね、これバキュームに。これがね世界のハンセンシリーズってやつの、一つの特徴ですこれ。はい、でこれね、ブルボン朝ルイ14世海軍のシンボル、フェニックス。これで見て、ここ世界のハンセンシリーズ、トミーとエレールかっこフラススが提携って書いてあって、こう突っ込むとこやでこれちょっと一人で笑ってもらうこれな。トミーとエレールフラススが提携な。これ井出さんっていう人が監修してて、このモデルキットを彩色したスターンキャッスル部分右、これこのキットやで、色塗ったらこんなんなんねんって言ってな。48分の1スケールの、模型で検討する討論かする17世紀の造船スタッフたち左、これどんやこれ。え、ここ太陽王ソレイユロワイヤルルイ14世地下のフランス王国は名実ともに世界一の大国であった。ヨーロッパ最大の人口、この頃1660年には約2000万人、イギリスはその3分の1ほどの800万人だった。そして腐敗の大陸軍は全欧州を圧していた。フランス語は国際間の共通語として、遠くロシアの上流人の間にまであまねく学ばれ、パリは全ヨーロッパ人の憧れの都であった。しかし絶対王にして唯一、そして最大の爵の種は海軍の劣勢であった。彼の下で財政貿易を担当したコルベールは都を修復し造船所を作り、英国の海上のライバルであり造船の先進国オランダから技術者を招いてフランス艦隊の緊急増強を図った。彼は16年かかってたった20隻だった戦列艦美砲60門以上の、3艘方向板戦艦を270隻に増やしたのである。今日残されている最も古い海軍図鑑コルベール図鑑には20隻の当時の代表的な軍艦の詳しいディメンションと流骨やなの据え付けから浸水、何これ、偽装かな、搬送かな、あのこのあれやろ、あの風の当たるとこつけるとこやな、至るまでの過程が図解されており、17世紀の海軍を伝える唯一最大の資料となっている。1500トン86門の2級戦列艦フェニックスのキットは、この図鑑とパリ海軍博物館のコガ、ルーブル博物館の
ソレイユ・ロワイヤル号の図版を参考として交渉復元されたものである。これな、出来上がってこんなやったらかっこよさそうやな。これがね、中がちょっとやばかったやん、これやばかったやん、これバキュームの部品ね、中がバラバラやってん。で、一応ね、パーツは全部あんねん。パーツが全部あるとこまで確認してんけど、デカールがないねん。デカールが。どうしようかなと思ってんねん、これデカールがないの。なんでって言ったら、ここ。このね、マーク。要は、王国、王室のマークが、どうやねんっていうとこやねん。それ以外はね、特にそれといった、デカールがないデメリットっていうのはないねんけど、これ、見ての通り、写真見たから、このほら、王室のマークやな、だけがないねん。これ。ね。これ、フランスやからな、もしかしたらね、他のやつが流用できる可能性も否定しないねん。まあ、持ってるから、これで、中身はね明日またするわちょっともう夜遅いねごめんね、